ハルさん、今回は100デシベル出すまで帰れませんという企画をやりたいと思います。帰れないの？声量で困ってる方とか結構いると思うんですけど、うんうん、あの僕いろいろネットとかで声量出す方法を調べまして、うん、それをちょっと僕ら実際試して、うん、どれが一番出るのか、そして実際100デシベル以上出るのかっていうのをちょっと挑戦したいと思います。俺さ言ってあるけどさ、うん、今日3時終わりじゃなくてダメなのよ。後ろ予定があるから、あのもし100デシベル出ない場合は、うん、断ってもらいます、その予定。100デシベルってどんぐらいの大きさかっていうと、うんうん、車のクラクションとかあとはこう線路のガード下、うるさいでしょ、あの電車が通るとき、うんうん、あの音ぐらいが100デシベルなんで、うんうんうん、無理だろ。でね、あの一応条件があります。危険な出し方をしちゃダメなんで、やっぱりだから叫び上げ禁止。あーなるほどね、うん、ミックスボイスで出すことが条件、うん、そっかそっか、はい、うん、だから歌で使えなきゃしょうがないですからね、うん、ここに10個一応調べたの出してます。姿勢を良くする、笑う、壁を押す、声を天井にぶつける、うん、ペットボトルを吸い込む、喉を下げる、喉を上げる、ピーヒャラ笛を吹く、なんだよそれ、風船を膨らます、世界に入る。本当にこれ声量上がんの？わかんない。でも俺が調べたらそう出てきました。これで道具いくつか使うでしょ。はい、こちらに買ってあります。すでにすげえな、これ経費でこっちんだな。レシートもらってきた。レシート、あ、持ってきたんで、あの後で渡しますね。払うのかよ。デシベルの機械使ってやっていきます。こなーゆきー、83いった。 83? みーおー、87 87? オッケーオッケー。意外といけんのかな。いけそうじゃないですか。こなーゆきー、綺麗なんだけどね。78っすね。みーおー、82.4。 落ちた。ミャー、92.4。 おー、笑う、すげえ。ハサ頑張って、羞恥心捨てて。なんかこんな感じだね。なんとか仙台みたいな。なんだ。83、83。ミャオ、ミャオ。あれ、なんかいまいち。83ぐらいまでしちゃった。この雪。あ、82。はい、今のところこんな感じです。なんか一番最初が俺一番良かった。本当っすね。ミャオ。あ、89.2。お、ミャオ。91.8 だけど。お、来た来た。91.8。 うん。で、声を天井にぶつけるので、あのボールをこう投げてみるのもいいって書いてあったんで。ああ、そう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 。だからハルさん、ちょっとこのボールでやってみて。この雪。82。ボールあんま意味ない。つうかさ、俺どれも聞いてねえんだよ今の。今んとこ。ミャオ。85.6。89.4。 あー、きついな。意外と出しづらくなるな、これ。ほなー雪。80。出しづらくないこれ。おい、今んとこ悪化してるぞ。はい、半分いきました、うん、今んとこ俺ビフォーの方がいいんだけど。このー雪80。これでもちょっと出しやすい今。あ、そうね、軽くなってるからね、うん、ちょっと上げんのもやっちゃうか、ついでに。あ、そうですね。こなーゆき。あ、82。こなーゆき。82。82だ。うおー、97。嘘でしょ。嘘嘘、全然力入れてないよ。うおー、97.6。マジか。お、ちょっと100いけそうじゃん。ねんねんねん。78.5。みやー。86.3。あー、ダメだ。はい、これね、駄菓子屋とかに売ってるやつ、はい、そうね、よし。シュールすぎる。ちょっと積もったんすね。ちょっと積もって、自分に積もったんすよ今。はい、この雪。88。ちょっと出しやすかった。マジで出しやすかった。返したかな。ピーヒャラ笛。ハルさん、なんだったら始まる前に笛一番疑ってましたもんね。絶対ねえだろみたいなこと言ってたら、意外と一番出てますよ。やば、どうするこれ、アマゾンで箱買い。
で、ミャー90点7お、ミャー91.1。あ、意外と出る、意外と出る、意外と出る、うん、さあ、あと2つ風船と世界に入る。何なんだよ世界に入るって91.8。 うわ、でも意外と出しやすい。これ声出してみてよ、膨らますとき。ミャー、出しづらくなった。ちゃんとなってる。出しづらくなった。強烈なバックプレッシャーは俺バックプレッシャーあんまいらないんですよね、ジュンさんの声に良くないことだったんで。そうなんだよ。すげえ、めっちゃ膨らむ。ハルさん肺活めっちゃあるね。こな雪84。こな雪82。ああ出さない方がよかったな。俺も結構僕らバックプレッシャーダメっすね。何なの世界に入る、 何をすんの世界に入るっていうのは、だから日常のシチュエーションに入り込むわけですよ。はあ、大きい声を出すシチュエーションってあるでしょ。例えばレストランとかで店員さんを呼んだりとか、はい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 、居酒屋とかで、うん、あれをやった後に声を出すってことです。すいません、生ビール一つください。ミヤー頭おかしい人でも 95.2 おー、 川のそこ橋渡って、でこっち側回ってくればいいよ。ミヤー 97.6。 ほら来たじゃん。ハルさん、ここね、まず演技に入ることが大事。ちゃんと、ね、何を演技すればいいんだ。あ、じゃあ店員さん呼べばいいですよ、店員さん呼べば、うん、すいませーん来ねえよそれじゃ店員すいません、生ビール一つください。こなー雪82分かった。じゃあ、横断歩道を飛び出しそうになってる息子に、あ、息子を呼び止めるでいい。それは命かかってるよ、うん、自分の息子の命。だー、飛び出したら映ってるでしょ。こなー雪88。これミックスかなでも88、ベルティングの範疇じゃないですかね今のはね。88だったよ。はい、というわけで結果がこんな感じだけど、はい、どう、もうミックスになってないとこも結構ありましたけど、正直、うん、意外とでも世界に入る効いてるな俺。あと喉を下げるが意外と出たのびっくりだったすごく。ハルさんはどれが。俺ピーギャラブ意外とだね。本当だ、一番出てる。これはちゃんとミックスで綺麗に出たなって感じがする、ね、他ミックスの、まあ、世界に入るはベルティング結構ベルトしてる感じでしたね、気味だったけど、うん、はい、ということで結果、うん、100が出てませんので、うん、止まりますこのスタジオ。僕ふざけんなよてめえしょうがない嫌だよもうお前帰れよ今日3時まで言ってないでしょ3時までって難しいね。で100台デシベル出すっていうのは、うん、それが分かりました。だからミックスでちゃんと出すっていうの難しいんだなって思いましたよ。叫んだらどうなってたか分かんないですけど、あとなんか結構小じいさんの面白かった。そうね、ね、そうですね、うん、聞く聞かないっていうのはね、はい、ぜひこれ試していただいてもいいんですけど、喉を気をつけてください。叫んだりしたら本当危険なんでうんうん、うん、気をつけてやっていただいて、自分の得意な声を出せる方法をちょっと見つけてみていただければと思います、はい、やってみてください。はい、またねなんでこれ出やすいんだろうな。この雪わぁ、出しやすい、重くないもん。この雪おぉ、ここで止まんだよね、息をね。それで声出してはできないのか。出すと、あ、そうそう、それそれそれ、うん、粉雪、うん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 、まあまあでも出さない方が楽かな、うんうん、おー、なるほどね。粉出しづらくなった分かんねえよ